皆さん、こんにちは。今回は橋本徹氏の SNS での情報発信の手法について見ていきたいと思います。橋本氏は時に過激な発言で物議を醸すことがありますが、それには明確な戦略があるようです。橋本氏曰く、 SNS で情報発信する際に最も重要なのは、相手と同じ土俵に乗ってやり合わないことだそうです。今回はその橋本徹氏のノウハウをもう少し詳しく見ていきましょう。ぜひ最後までご覧いただき、コメントいただけると嬉しいです。単にデータを羅列したような味気ない情報は誰も読んでくれません。そのため時に感傷的な表現、ユーモラスな表現、シニカルな表現、あるいは土器を含んだ表現を用いて他者との差別化を図ろうとするのです。効果的な情報発信にはそうしたエモーショナルなスパイスも大切でしょう。場合によっては過激な発言も有効かもしれません。橋本徹氏がよくやる戦法です。多くの人に何としても知ってほしい、そんな時には炎上前提で激しい言葉を放つのだそうです。ただし SNS は公共の場です。発信力を上げるための工夫は大切ですが、社会通念を逸脱してしまえば元も子もないのです。SNS をめぐるトラブルの代表格は名誉毀損です。評論家 A から根も葉もない言いがかりをつけられる。そうなったら橋本徹氏は徹底的に反撃するそうですが、時には喧嘩腰の物言いも辞さないと言います。それでよく評論家なんてやってられるな、全部でたらめ、最低だな、恥を知れといった調子です。すると橋本は大した根拠もなく感情的に言っていると批判する人が出てきます。しかし公然と事実を摘示、提示してしまうと名誉毀損に問われかねないのです。だから橋本徹氏はあえて根拠を示さないと言います。評論家の A 氏が嫌いだというのは僕の意見、感想で、表現の自由である。でも評論家 A 氏はかつて詐欺罪の嫌疑をかけられた。まだその疑惑は完全に晴らされていない。偉そうなことを言う前にまず身の潔白を証明すべきだというように、事実を摘示、提示してしまうとまずい。事情はどうであれ A 氏の社会的評価を損なわせるのだから名誉毀損になりうると述べています。ハイカラビデオ。名誉毀損では公然と事実を摘示、提示することがアウト、片や侮辱は公然と人を侮辱することがアウトとなります。つまり個人的な意見や感想であっても、またそれが抽象的な表現であっても、度を超えた悪口は侮辱として責任を問われることになるのです。例を挙げると、議論が白熱していたとする。あなたの主張のここは大間違いだ、これは単なる意見だというのは問題ない、お前は三流大卒だからそういう考えしかできないんだ、これは明らかな人格攻撃となり侮辱に認定され罪に問われる可能性がある、どんな言葉なら表現の自由の範疇なのか、一方どんな言葉なら侮辱に該当するのか、そこに実は明確な定義はありません。その発言がなされた状況や経緯、特に多くの人がどのように読み取って感じるのかを基準とした解釈に委ねられるとしています。法律家の間で一例としてよく用いられるのが、学者バカは許されるが馬鹿学者は許されないという基準があるそうです。学者バカからは研究に没頭するあまり世間のことに疎い人というニュアンスが汲み取れる。どちらかといえばそれは好意的なニュアンスだろう。馬鹿学者からは好意的なニュアンスが一切汲み取れず、まさに侮辱となります。またその発言をした時の口調も判断要素の一つになり得ます。和やかな口ぶりなら好意的表現とみなせるし、吐き捨てれば侮辱的表現となるでしょう。侮辱かどうかの見極めには繊細な解釈が絡み、でも難しい話ではありません。要するに、いたずらに相手の人格を否定するのは許されないということになります。ただし許されないのはあくまで人格の否定です。意見を戦わせる分には何の問題もないのです。率直な意見をぶつけ合い、成熟した議論を全うするということを常に心がけたいものです。以前こんな想定外のケースを経験したことがあるそうです。ある国会議員が SNS で僕の人格をもてあそぶようなことを言った。その発言は到底容認できるものではない。
僕はその人物を痛烈に非難した。すると今度は僕に関する根も葉もない事実を示し、あざけるように牽制してきたのである。その人物は多くのフォロワーを要していた。つまり国会議員であると同時に SNS において一定の影響力を持っているとなれば、その事実無根の発言はなおさら看過できない。そこで僕は法的措置に踏み切った。相手を名誉毀損で提訴し、慰謝料500万円の支払いを求めたと言います。ところが結局、橋本徹氏の訴えは認められませんでした。裁判所から請求棄却の判決を下されたのです。それはなぜかというと、その判決に至る裁判所の見解は思いもかけないものだったそうです。ポイントになったのは第一審での次のような見解でした。確かに被告相手のその発言は名誉毀損に該当する。ハイカラビデオ。でもその前段となった原告橋本の発言にも被告に対する蔑みと挑発が認められる。原告は自身のその発言によって被告が悪感情を抱くだろうことは事前に容易に想像できたはずだ。となると原告は自身のその発言をした時点で相手から逆に名誉毀損や侮辱にあたるような反論を受ける危険性をあらかじめ承知し引き受けていたとみなせるというのが主だった見解だったそうです。つまり自分の行為が招く危険性を十分認識していたにもかかわらず、あえてその行為を実行したのだから、たとえ結果的に損害を被ったとしても相手の名誉毀損的行為は違法視されないということです。こうした法概念を危険の引き受けの法理と呼びます。要するに、あっちも悪いけどこっちも悪い、お互い様、自己責任でやったことなのだから裁きません、そういう見解だというのです。これらの体験から冒頭のように相手と同じ土俵に乗ってやり合ってはいけないという考えに至りました。そんな橋本徹氏は今回の石破内閣についてこのように論評しています。10月1日に自民党の石破茂総裁が第102代首相に選出され、発足した新内閣について嘘つき内閣と言いたいとぶった切りました。石破首相は納得と共感内閣をスローガンに掲げました。橋本氏も話題を振られたのですが、これからの時代ネーミングはつけてはいけない。野田さん、立憲民主党野田佳彦代表は石破内閣に対して〇〇内閣と言わなかった。多分ご自身総理をやっているので最初に名付けても意味がない、政策をやってからだろうという言い分ではと最初は拒否しました。しかし石破首相は9日に衆議院を解散して選挙に持ち込んで27日に投開票予定を示します。橋本氏は最初は議論するって言っていたのに、今選挙をやったら勝てそうと解散するのは嘘つき内閣と言いたいと前言を撤回して批判しました。ところで以前橋本徹氏は自身の発言で炎上することがありました。時は2022年の2月まで遡ります。橋本氏は同月27日、私はウクライナと共にある、ウクライナは徹底抗戦せよと言っていた者はウクライナに行って戦えとポストします。ネット上では言い過ぎ、その発言はさすがにやばいなど物議を醸していました。当時ウクライナとロシアの戦争が始まった頃でした。この発言はウクライナ大統領ゼレンスキーが海外から志願者を募り外国人部隊を編成すると表明したというロイター通信の報道を受けたものです。橋本氏は記事を引用し、私はウクライナと共にある、ウクライナは徹底抗戦せよと言っていた者はウクライナに行って戦えと綴りました。さらに、威勢のいいことを言う資格がある者は志願兵になる者だけだ、志願兵になれないのなら NATO の指導者に政治的妥結を促せ、日本の国会議員は何人が志願兵になるのだろうかともポストしました。これに対し、私から見たらあなたの言うことはとても威勢がいいのですが、どんな資格があるのですか、随分と威勢がいいですね、どうぞ志願兵としてお手本を見せてくださいなどと批判が殺到しました。自分がウクライナへ行けと指摘された橋本氏は、俺はウクライナに行く勇気はない、だからロシアに譲歩することになろうが NATO の指導者に政治的妥結を求める、もちろん今後のロシアの暴挙には国連憲章51条の集団的自衛権の行使が前提、
ウクライナを支援する日本政府はウクライナに行く日本人の渡航費用を予算化せよと綴り、自分のことは棚に上げ、NATO のロシアとの政治的妥結を要求したのです。いかがだったでしょうか。今回は橋本徹氏が自身の考えを発信する際の考えを見てきました。橋本徹氏に下された判決は、名誉毀損や侮辱をめぐる今後の裁判にいくらか影響を及ぼすかもしれないとしています。たとえこちらに正当な言い分があったとしても、相手と同じ土俵に乗ってやり合えば後味の悪さしか残らないということだけは確かなようです。自分の名誉を守るのは大切なことです。しかし、やられたらやり返す、そんな措置だけでは痛み分けに終わりかねないというのが橋本徹氏の根底に流れる持論のようです。今回の動画の感想や、扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そして、この動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。